皆さんこんにちは、直美です。今日はね、ドイツ秋晴れのいいお天気になってます。お久しぶりで、もう忘れ去られていると思うんですが、復活しました。しばらくの間入院、誰かはもう拍手をしていますね。いいタイミングだった。やるぞ。入院手術、リハビリ生活を送っていまして、ちょっとその間の記録を皆さんにシェアしたいと思います。到着しました。2時間半かかった。皆さんこんにちは、直美です。本当にお久しぶりです。さあ、私は今どこにいるでしょう。実はここはドイツの、パルダボルンという町の近くの森の中の、リハビリ施設です。そうです、ここで3週間のリハビリが予定されています。実は体調が悪くなってからおかしいなっていうことで、足がすごくむくんで治らないので病院に行きました。心臓の弁が開いたままになっているっていう弁膜症、その心臓の弁も4箇所ぐらいあるらしいんですけど、私の場合は大動脈の弁が締まりきっていないという病気っていうことが分かりまして、痛血が逆流してくるっていうことなんですけれども、それでいろいろな不都合が起きていたっていうことで、で見つかった時には早く手術をしないと、何ヶ月も待つっていうんではなくて手術をしないといけないっていう状態だということで大変驚きました。でこの病気は薬とかではちょっと治らない、手術をしないと治らない。でも反対に言えば、現代のこの医学のおかげで手術すれば治る病気っていうことで、急遽手術を受けました。退院した日だけちょっとこう持ち物ね、いろいろこのリハビリ施設の方ではトレーニングウェアとかいろいろいる靴だけでも何種類か指定されているので、そういうものをスーツケースに詰めたりとかする時間がいりましたので、一泊だけ家に帰って次の朝の7時前に療養する人のために迎えに来られる方がいらっしゃいまして、で、連れてきていただきました。有意義に過ごそうと思っています。それで今日は到着した、2日後なんですけれども、ちょうど週末なので、ちょっとお天気がね、そんなにも恵まれてるというわけではないんですけれども、ちょっと散歩にね、行ってみようと思います。じゃあ、また後ほど。グレフリッシャーパーク。グラフィンパークじゃなかった。グレフリッシャーパーク。こっちやっていうことなので、進みます。アインガングウエスト、アインガングノード。どっち行けばいいのかな。よし。ノードの方に行ってみよう。だだっぴろーい公園。何か案内があるよ。サロンオーケストラの人たちのコンサートがあるらしいから行ってみようと思います。突き当たりかな、突き当たりに何か白い建物が見えるような気がします。行ってみます。ずいぶん近づいてきました。この辺かな。ちょっと中に入ってみようか。どれくらい歩いた？向こうから来たよね。わー。
ゃあ行ってみよう。すごい綺麗。あそこかな、カプッとこうなってるよね。ここはレストランみたいな感じやしね。オッケー、フォンヒーやんな。あれすくら、ダンケシュン。ということで、ここじゃなかった。あちらの中だって。ここはだからレストランとか。建ごとかな。綺麗な入り口です。ツタに覆われてるね。こちらの建物ではなくてこちらみたいです。あ、ちょっと音聞こえてきた。じゃあ行きます。あ、聞こえてきた。ワルツだ。楽しみ。行こう。受付があるのかな。あ、そういうわけでもない。あ、舞台だ。みんなワルツやってる。知ってる知ってる、この曲。じゃあこの続きはまたね、この町でリハビリ生活を頑張って楽しみます。